で明かりはどうするかっていうとね、ぼんやりとしたねこう明かり、薄明かり、まあつまり朝の明け方とか夕暮れみたいな薄い明かりがその中心にあって、うん、それに照らされているので、夜がないんだって、うん、ちなみにその中心の明かりっていうのは何なんでしょう？どうやってできたかっていうとね、はいはいはい、これもまあ長老の話なんだけどね、はい、要するにその岩石には、うん、放射線が含まれている、はいはいはい、で だからよくラジウム温泉とかあるじゃないですか、はい、あれは放射線を出す土ね、岩があるから、そこからこう弱い放射線が出ていて、でそれに被爆するっていうかね、それが体にいいとかいうことになって、温泉があるじゃないですか、ラジウム温泉、はいはいはい、で同じようにですね、その強い放射線は生物が死ぬぐらい強いんです。例えば太陽から来てる放射線は地球上で人間だけではなくてあらゆる生物が死んでしまうぐらい強いんですよ、はい、でそれを一応オゾン層とか、はい、それからバンアレン帯とかいうところで、これは地球の磁場が作った自然のバリアなんだけど、そこでこう吸収してくれてるから地上まで来ないんでね、わずかしか地上まで来てないわけだから、みんな死なないで済んでるわけ、はいね、で同じようにそういう放射線がその内部の大陸から今度内側に向かってこう出てるわけですよ。あ、なるほど、はいはいはい、ね、それで地上の放射線は宇宙へ逃げてってしまうわけですよ、はい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 、ね、なるほど、なるほど、外側に向かって、でも中のはどこにも出ていかれないので中心に光になるわけですね。それでその弱い放射線を出すこう光エネルギーができるんだと、へえ、すごい、それが地底の太陽だっていうんですよね。でね、すごい楽しい、うん、その話面白いですね、はい、だからね、地底に住んでいると上見ると、はい、まあ、極端な話、人間がぶる下がってるんだよ、はい、上から逆に ね、 本当ですね、そういうことですよね、うん、すごい、ただそんなにちっちゃくないので、はい、見えないくらい遠いし、まあ、雲もできるので、はいはい、いきなりこう上から人間がぶる下がってるのは見えるわけじゃないんだけども、実際はそういうことなんで、そういうことですよ、うん、で、まあ、そういう話をその長老から聞いたっていうことが書いてあるわけですよ、その日記にね。で、まあ、この話がどこまで本当かっていうのはもちろんわからないんですけれども、っていうのは隠してあるからね、はい、ですけども彼が、撮ったフィルムを見た人もいるわけだし、はい、それからその日記に書いてあることをみんなが目にしたりしたこともあるわけだし、するのでですね、どうも本当ではないだろうかと。本当ですね。うん。で、今言ったような理屈で言うと、はい、確かにね、何かこう星ができた時には、うんうん、内側が空洞になるんだよねと思う。確かにすごく整合性ありますよね。はい、うん、で、アポロが月行った時に、アポロ11号が最初の、最初に着陸したわけでしょ、はい、でアポロ12号が自分が乗ってきた今その着陸船とか離陸船をもういらなくなっちゃったから、だから、地上に落っことした、捨てた、わざと落っことしたんですよ。でその前に地震計を用意してあったから、その地震計がどのぐらい触れるかっていうことを見たわけでしょ、見たわけなんですよ、はい、その重いものを落っことしてね。でそれで、まあ、月の表面がこう震えるわけじゃないですか、地震みたいに。でそれを見たらね、3時間40分震えたんだって。長い時間震えてたんですか。ありえないでしょ、はい、なんかこう引っ張っていてもそんなに長いことにならないよね。でこれはもう NASA の科学者もびっくりして、ってそんな3時間いくよって、もうまるでこのでっかい釣り金引っ張っていてるみたいなもんじゃないですかって。でも釣り金叩いても3時間はならないから、だからやっぱり相当大きな空洞があるんじゃないかっていうことになった。そうですね、そういうことなんですね。